次に青山正幸君。青山正幸君。はい、日本維新の会無所属の会青山正幸でございます。本日も大変貴重な機会ありがとうございます。早速でございます。コロナのですね、初期診療についてお伺いしたいと思います。新型コロナですね、以前よりはですね、早い段階で診察は受けられる、そして、検査によって、診断も受けられるようにはなってきているわけです。でしかしながらですね、その後が、非常に多く問題をはらんでいるんじゃないかと考えております。新型コロナウイルスですね、これパンデミックが発生したの皆さんご承知の通りですね、中国の武漢でございます。であの時はですね、今ではものすごい検査能力を誇る中国もですね、さすがにまだ整っておらず、PCR 検査が患者の発生に追いつかないものですから、CT 検査でもってですね、臨床的診断をしていた、これご承知の方も多いかと思います。で、新型コロナウイルスの肺炎は、両側に、すりガラス状の陰影という特徴的な所見があると、そういったことで、PCR 検査ではなくてですね、CT 検査で臨床診断をしていたということなんですね。で、それ実はですね、今思うとですね、逆にその方がいいんじゃないかと。なぜかというとですね、PCR 検査や、抗原検査で今陽性の判定をするわけですけど、そうするとそれで終わりなわけですね。で、直ちに自宅や施設で軽症でも隔離されてしまうと。で、これが医療からの隔離になってしまって治療ではないわけですね。で、その後何が起きるかというとですね、パルスオキシメーターは渡されるようですけれども、いきなり亡くなって発見される、あるいはその異常を訴えてもですね、速やかに診断が受けられずにそのまま待機死するという例が相次いでいることはご承知の通りです。最近もちょっと衝撃を受けたのがですね、59だったかな、ちょっと信じられないくらいの、SPO2 の値がですね、これ逆さに読んで95だと思ったと、そして脈拍だと思って放置されて死亡されているのが確か、関西の方の事案だったと思いますけど、発見されたというのがございました。でですね、これもご承知の方多いかと思いますけど、幸せな低酸素と呼ばれるコロナの肺炎は典型的、非常に特徴のある症状があってですね、普通はそんなに SPO2 が下がるとですね、息苦しくてたまんないんですけども、それが自覚されないもんですから、ものすごい SPO2 が下がってしまって、つまり肺の機能が落ちていても本人全然苦しくないもんだから自覚症状では分かんないと。だからそうやっていきなり死亡して発見される、あるいは発見された時には重度の肺炎になっていると。ということはですね、逆に考えるとですね、私はもうさっさとですね、CT 検査をやってですね、最初に診断されたところでできれば1回やって、で、3日に一遍、できれば1週間に一遍くらいはやると、そういうふうな体制にすればですね、重症化も早めにストレート、肺炎の直行があれば早めにステロイドでも出せばですね、これ多分進行を防げるんだと思いますし、で、またあるいは待機死なんていうこともなくなると思うんですね。ですから私この、今のですね、その治療のあり方、特に初期診療のあり方自体を、そういうことこそもうそろそろ見直していかなきゃいけないんじゃないかと、で、思うわけですけれども、それについてそういう積極的な臨床措置をすべきじゃないかと思うんですけど、厚労省はどういうふうにお考えて、塩林健康局長。患者の状態を速やかに診断し適切な治療に結びつけることは重要であり、 CT 検査は患者の肺炎の有無や程度などが診断できる有益なものであることから、診療の手引きでも可能な範囲で胸部 CT を撮影することが望ましいというふうにお示ししているところでございます。他方、これまでの知見によると新型コロナ患者が重症化するのは発症から数日経過した後であり、 CT 検査によって検査時点における肺の状態を把握することは可能ではありますが、その後の変化を必ずしも予見できるものではないことなどを踏まえると、初診時の CT 検査を徹底するよりもパルスオキシメーターなどによりより簡便な手法で継続的に患者の状態を把握することが、状態の変化や速やかに把握するためには有効と考えております。いずれにせよ引き続き新型コロナに関する科学的知見の収集に努めてまいりたいと考えております。
青山正幸君。ですね、ですからですね、例えば私のところの SNS などに現場の臨床に携わっているお医者さんから結構来るんですね、メッセージが。そうするとですね、まあ、家族が熱が出た、具合が悪いということで おばあさん連れてきたと。で、まあ、ちょっと念のためということで CT、まあ、そこのお医者さんに CT があったわけでしょうね。測ってみたら、まあ、びっくりするような所見があったので、すぐ、まあ、入院をしていただいたなんて話があるんですね。だから私が言ってるのはスクリーニングでやっぱりした方がいいと。だからすぐには出なくても3日5日経つと本人気づかなくてもなることがあるんだから、もうそろそろそういうふうなやり方を、例えば風邪だってそうですよね、インフルエンザだってそうですよね、熱が下がらなかったらもう1回来てくださいって言いますよね、3日か4日経ったところで。だからもう放りっぱなしにしないで、そういうことをしたらどうですかということを申し上げたんですよ。でそれ検討していただきたいんです。それで、まあ、通告しておりませんけど、尾身先生せっかくおいでですので、そういう経過観察のあり方なんかについても、まあ、そろそろ少し落ち着いたら分科会からも踏み込んだ検討をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。実は委員ご承知のように、日本は CT スキャンが、まあ、世界でも最も多い国の一つですから、で実際に医療の現場ではコロナの感染者について、まあ、ほとんどの場合 CT スキャンをやっていると思います。そういう意味ではこれは検査もやるし、PCR 検査等も、それから CT もやるし、それから今非常に重要なのは重症化のマーカーというのが出てきまして、そういうことでいろんな指標を総合的に捉えてより適切な治療をする、あるいはどういう人が悪くなりそうって分かれば早期に治療するという、まあ、総合的な、まあ、CT 値は有力な当然一つのツールだと思います。青山正幸君。はい、また後で尾身先生とお話を質疑をさせていただきたいと思ってるんですけども、まあ、従前から申し上げている通り、その効果について必ずしも確定してない、まあ、社会的な大きな対策というものばかりに目が行きがちですけど、私こういう地道なですね、診療の、ブラッシュアップであるとか、やり方のブラッシュアップであるとかの方が実は被害をどんどん下げるんじゃないかと思ってるんですね。で、まあ、ご承知の通り、まあ、変異株と言われてますけど、最初の頃の死亡率なんて 10%、20% くらいだったのがですね、今まあ、大体私ずっとこの間厚労省のやつを追ってみましたら、 1.5% 前後、減ってた時は 1.3%、 今若干増えて 1.5% ですけども、まあ、どんどん下がってきているのは、そういう本来はその診療技術であるとか治療の進歩だと思うんですね。ところがそっちはどうも全然置き去りにされてしまって、派手な話ばっかりに言ってしまう。まあ、ぜひそういったところに厚労省もあるいは分科会も目を向けていただいて、まだまだやれることあるんじゃないかという目でやっていただきたいと思います。でその話はまた後でお伺いします。で次にですね、出産時のマスクについてなんですけども、まあ、先日4日の厚労委員会で尾身先生がこういうふうにご答弁いただきました。委員ご指摘のように、どうも私の理解では一部でしょうけれども、一部の参加の委員で妊婦さんにマスクをつけてということがそんなに多くはないんでしょうけれども、これは私は全く必要がないと思います。それで私の見解では産婦人科の学会なんかもその必要はないと言ってるし、厚生省もそういう見解を持っている。今委員おっしゃったように、妊婦さんには検査をやっていただいて、あるいは医療従事者にはワクチンということで、これは私はやる方が危険で、やめるということをもう厚生省が言っているので、それを徹底していただければと思いますと、こう答弁されているんです。でこれに対して大変な反響ありましてですね、やっぱりもう皆さんものすごい苦しかったと、もう二度とあんな思いしたくないと、まあ、嘔吐もしてしまってマスク外したいと、でこれから、まあ、産む人はそれ不安だと、やっぱり大変息苦しいようです。妊婦さんただでさえももう過呼吸になるかと思うような状況でさらにマスクつけさせられるものですから、大変嫌だったという声がものすごいいっぱい寄せられています。で、お聞きしたいんですけど、そういう声大きいわけですね。それで、まあ、妊婦さんご自身もそうですし、生まれてくる子もですね、まあ、日本にとってもう大変な宝なわけですね。そうするとここはぜひきちんと取り組んでいただかなければいけないと思うわけですけども、厚労省としてそういった出産時、分娩時にですね、マスクをつける、今尾身先生おっしゃったように危険でもあるのでマスクをつけないんだというようなことを広報とかされている、あるいは見解を発表されているんでしょうか。渡辺子ども家庭局長。
事実関係についてお答えしますと、まず分娩中につきましては、これまで厚労省としては面会の制限、立ち会いの制限等については一定の見解を出しておりますが、ご指摘の分娩中のマスク着用の是非ということに着目した見解は出しておりません。それから関係団体につきましても、主要の産婦人科医会、産婦人科学会、産婦人科感染症学会に確認しましたが、これら学会団体としても現時点で分娩中のマスク着用ということに特化した見解は出していないということでございます。青山正幸君。はい、ということですので、今現在ですね、マスクをつけさせる、産科、総合病院を含めて結構あるようです。で、これやはりすごく大きな問題だと思うんですね。前回私指摘した通りですね、妊婦さんが低酸素に陥れば胎児だって低酸素になると。で、健康なお子さんはそれでもくぐり抜けるんでしょうけども、胎盤、再胎などに予備能が低下している、場合にはですね、そのギリギリのところで障害を持って生まれてきてしまう子も中には出てくる可能性はあると思うんですね。で、尾身先生のご見解は、はっきり前回言われた通りで大臣もお聞きになっていたと思います。この問題は厚労省も逃げていないで避けて通れない問題としてですね、きちんと、他の工夫をするというようなことをきちんとやるべきだと思うんですね。で、私先ほど文科省行ってですね、文科委員会で萩生田大臣と改めて確認しましたけれども、体育の運動時におけるマスクは不着用で、不着用ともう明確に萩生田さんは答弁をされました。で、5月28日に各学校に改めて通知も出しているようです。私はそういうメリハリは厚労省も出すべきだし、それで実際に困っている人もいるわけですから、やるべきだと思います。厚労省きちんと各参加にそういう通知を出していただきたいんですけども、大臣の答弁を求めます。田村厚生労働大臣。厚生労働省としてホームページのこれ掲載の新型コロナウイルスに関する Q&A、 一般の方向けにおいてですが、妊婦の方々への医療機関での感染防止措置について、医療スタッフに感染が広がってしまった場合には医療機関での分娩ができなくなるなどの影響が生じてしまうため、面会や分娩の立ち会いの禁止等の不自由を、強いられることについてご理解をいただきたい旨を示しているようであります。で、これ今 PCR 検査をですね、妊娠されている方々に対してするのに分娩前のですね、費用補助なんかもしているんですね。で、PCR 検査で陰性だった場合にどうなのかということも含めて、一方でこれやっぱりその産婦人科医会や学科の方々のご意見もお聞きしないとですね、いけない話だと思いますので、ちょっとどうあるべきかはお聞きをさせていただきたいというふうに思います。昨年の6月ぐらいは非常にですね、このマスクして、を求めた産婦人科の、現場は多かったようでありますので、今現状どうなのかということも含めて産婦人科医会にお聞きをさせていただきながら、こういうやり方でマスクを外してやれるのかやれないのか、現場の皆さんのお声非常に重要だと思いますので、お聞かせをいただきたいというふうに思います。青山正幸君。はい、今大臣おっしゃっていただいたように、まず一歩踏み出していただくことがすごく重要ですし、これから夏場を迎えてですね、本当に妊婦さんも大変だと思いますので、ぜひこれ迅速に今おっしゃっていただいた答弁通りのことを実行していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、改めて今の点尾身会長にお伺いしたいと思うんですけども、分科会の方でもですね、やはりこういう不要な規制がですね、逆に国民の分科会が言われるいろんな対策に対する不信感が生む一助となってしまっていると思うんですね。不要なものは不要だということを明確に打ち出していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。似てあって、この前私の答弁で産婦人科学会等が認めているという、これはちょっとこのことについて私はそれを専門家じゃないので、国の方からちょっと情報をいただいた、その情報にそう書いてあったんです。でも今の話を聞きますと、産婦人科学会が決めてないということに、ちょっと私に得た情報が
間違ってたのかもしれません。これは後で確認させていただきます。その上で、これはですね、分科会というよりはむしろアドバイザリーボード、医療の評価ですから、そちらで今大臣もそういうことであれば、まあ、産婦人科から聞くと同時に、もしやるんであれば分科会よりも、もしやるんであればアドバイザリーボードの案件じゃないかと私は思います。青山正幸君。まあ、そうしますとアドバイザリーボードにアドバイスを求めるかどうかは厚労省の方からということになるんですかね。田村厚生労働大臣。まずちょっと産婦人科医会や現場のお声を聞かせていただくことが大事だと思いますので、まずそれをお聞かせをいただいた上で、あとまあ本当にまあエビデンスとしてどうなんだということも含めて、もしあのアドバイザリーボードに確認しなきゃいけないことならば確認させていただきますし、あのそこでこと足りることならばあのまあ時間かける必要もないので、あのまあそれでまあどうすか決定をさせていただきたいというふうに思います。青山正幸君。あのいずれにしろ今日もあのマスクつけて大変な思いして生まれあのお子さんを分娩されている方いるわけで、明日も出てくるわけですね。ぜひ迅速にお願いいたします。次にですね、少し2つほどまず飛ばしましてですね、ワクチンに関してですねお伺いをしたいと思います。最近ですね、報道などでもですね、未成年に対するワクチン接種がどうもいろいろと開始されていると。で先日も NHK のニュースである、まあところでですね、ある町でですね、15歳に対する接種を始めたと。で、まあ、女子高生が、まあ、そこであの受けて、まあ、前向きなコメントをされていたわけですけども、まあ、私はこの、コロナというのはですね、あの高齢や持病がある方などのハイリスク層がはっきりしているわけですね。年代別のリスクがものすごいはっきりしていると。で、まあ、優位にその死ということをですね、非常に考えなきゃいけないような死亡率、致死率ですね、致死率の方は、まあ、大体60代以上くらいからかなと。で10代以下は今のところ日本では本当に幸いなことに死者はゼロであることはもうこれも動かない事実、皆さんご承知の通りだと思います。まあ、20代でも7人です。で、そう考えるとですね、まあ、その打つ人個人にとってのメリットというのはですね、このワクチン、あまり大きくないと。軽症であったり、特に10代以下はですね、軽症であったり、無症候である方がほとんどなわけですから。で、一方でですね、この疾患の特徴、ワクチンというのはですね、一般のワクチンに比べれば非常に、副反応が強いという特徴があります。先ほどの、お手元の資料2の1ご覧いただければお分かりの通りですね、まあ、これ死亡者がゼロの方も皆さんご承知の通りで、2の2を見ていただくと、これ6月2日時点では10代20代重症者日本で1人もいないというこういう状況です。ですから、まあ、先ほど言ったような話になるわけですね、この疾患のリスクとしては。でその上で、まあ、このワクチンの副反応、まあ、これあの正式に認められている副反応としてある資料3の1ご覧いただければお分かりの通りですね、あの例えば発熱、37度5分以上の発熱が2回目だと 38.5%、 約4割の方に見られます。これインフルエンザだと 3.1% に過ぎないわけです、この右側に。で同じ 37.5 度以上といってもですね、38度以上のいわゆる高熱に当たる方が2割もおられるわけですね。で倦怠感は約7割の方に見られています。でこれもですね、資料3の2を見ていただくとお分かりなんですけど、これも実はですね、これは若い方に多く出てしまうわけです。発熱、37度5分以上の発熱は20代だと5割にも達してしまうわけですね。倦怠感はもう8割にとあのほぼ8割に届こうとしていると。でこういう状況を見るとですね、まあリスクとベネフィットはですね、高齢者では一定程度見合うなと思ってあの思うわけですけども、若い世代には果たしてあのどの程度見合ってくるのかというその判断、利益考慮が非常に難しくなってくるかなと思ってるわけです。それからですね、あまりまあ報道されてませんけれども、これやっぱりあのまだ因果関係はっきりしてませんけれども、死亡例が多く出ているというのもこのワクチンの特徴で、これ日本だけではないわけですよね。
最新の時点で発表された数字では、85例、それで、その、5月16日の時点では55例だったわけですけど、資料丸4ご覧いただくとですね、65歳未満の死亡例17例あります。で、出血性脳卒中が4例、自殺が2例で、自殺のうち1例は、まあ、25歳の男性の方で、それまでそういった精神的な問題なかったんですけども、急激に錯乱的な行動をきたして自殺されたと、まあ、タミフルで見られたようなものですね。で、さらに気になるのはですね、まあ、資料丸5につけておきましたけれども、最近これ鈴木ジャスティン雄一郎というですね、ジョージタウン大学の医学部の教授さんがお出しになっている論文で、これ査読済みのものです。ワクチンに、利用されているスパイクタンパク質自体にですね、宿主細胞に影響を与える可能性があると。そこに、まあ、簡単に言うと毒性があるのではないかと。なので、このスパイクタンパク質で、そしてこのスパイクタンパク質は全身及び間欠化系の細胞にも影響を及ぼし、冠動脈疾患、全身性高血圧及び脳卒中などの他の心疾患系、血管疾患を誘発する可能性があると。で、めくっていただいて、基礎疾患のある高齢者に利益をもたらすが、特に健康な人や若い成人や子どもに投与する場合、長期的な影響を慎重に検討する必要があると、こう言われているわけですね。で、さらに気になるのはですね、ロイターが伝えたところによるとですね、まあ、イスラエル保健省が、ここイスラエルご承知の通り、世界で最もこのワクチン接種率進んでいるところです。そして、ですから若い世代にも世界で最もいっぱい打っているところなんですね。そしたらですね、500万人のうち275人に心筋炎が発症したと。で、まあ、幸いなのは 95% が軽症だったということなんですけれども、そして16歳から19歳ので特にそうした関連性が見られたと、こういうことになっているんです。で、もしこれが、まあ、アストラゼネカのようにですね、血栓症で、まあ、正式に因果関係認められましたけど、ヨーロッパでですね、 EMA で、まあ、因果関係あるということになるとですね、さらにやはり若い世代への接種は慎重にならざるを得ないと、リスク考慮は慎重にならざるを得ないと。そこでお伺いするわけですが、ですね、まあ、もう今先ほど文科省で聞いてきたら、まあ、小中高生のですね、集団接種はやら今のところ予定はないとはっきり萩生田大臣と答えられましたけれども、もう未成年、若い、それから20代を含めて若い方はですね、かかりつけ医での個別接種を優先すべきで、まあ、なぜかというと、集団同調圧力によるですね、打ちたくないけども打ったなんてことが絶対ないようにしなきゃいけないと思うんですけど、その点について厚労省、簡潔にお願いいたします。塩林健康局長。集団接種のことについてですね、まあ、6月中には予約状況も踏まえて、高齢者への接種の見通しがついた市町村から基礎疾患がある方々を含めて広く一般にも接種を開始することとしており、合わせて企業や大学などでの職域接種も進めていくことになります。で、小中高生や大学生へのワクチン接種については、現在文部科学省においてその接種のあり方について専門家の意見等も伺いながら検討しているところと承知しています。厚生労働省としては文科省としっかり連携して対応していきたいと思っていますが、まあ、集団接種についてはですね、さまざまな課題や留意点があるかと思います。まあ、例えば同調圧力などにより、接種が事実上強制、されないようにするとか、それから接種しない生徒や生徒が差別やいじめなどを受けないようにとか、副反応等に、適切に対応できる体制を整備すること等々ですね、問題点が数多くあると思います。まあ、こういったことは文科省さんとは情報共有させていただいて、昨日も国会答弁聞いてましたが、文科省としては小中高生に対しては集団接種を行わないというふうに答弁していましたので、その方向で進むのではないかなと思っています。青山正幸君。はい、まあ、大学でのですね、まあ、施設での接種は始まるようですので、私そこは慎重にしなきゃいけないと思います。で、そこちょっと詳しく聞きたいんですが、時間がないので尾身先生にですね、私20代以下の若い世代の接種は慎重に、特に、まあ、リスクとベネフィットをきちんと、教えた上でですね、自己判断を徹底させるべきだと思ってるんですけども、それの原則について尾身会長はどういうふうにお考えなのか、ちょっと聞かせてください。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。
確かに副作用という、リスクの方が あるということはあると思います。でベネフィットの方は高齢者に対し比べて、重症化のリスクが比較的若い年齢層ですね、10代、少ないですけど、変異株の場合に少し出てくるという可能性もあるし、あと若い人でも感染すると後遺症で悩む人もおるということで、ベネフィットも一つ、一方であるということ、もその辺の兼ね合いと難しい。あとはこれはなかなか、私は委員おっしゃるようにこれは同調圧力なんてでやるもんじゃなくて、個人がしっかりリスクとベネフィットというのを判断し、それは国の方がしっかり今やるということに公表、副作用なんか発表しておりますので、そういうことをしっかりと判断した上で個人でやって決めていただくというのは基本的には大事なことだと思います。青山正幸君。はい、本当は大臣にもお伺いしたかったんですけど、時間がないもんですから、次回ですね、この点今を含めてお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。次に。